筋力ゼロでも始められる運動ということでヨガを始めました。皆さんこんにちは、眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは、目は体の一部、涙も体の一部、乾き目、疲れ目は体から治していこうです。皆さん、乾き目、疲れ目になった時どうやって対処されてますか？目薬と答えられたあなた、確かに目薬も重要な治療法の一つですね。でも目薬をさしてもすぐに目が乾いちゃう、さした瞬間だけいいんだけどなというふうに思われたあなた、本日の動画はそんなあなたのために重要な情報をたくさん含んでいますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では、目ってどこについてますか？頭の中の一部、頭蓋骨の中に目ってありますよね。そしてこの頭蓋骨、頭は首からつながって体とつながってます。この体の細胞、37兆とも50兆とも言われてますが、この細胞どうやって栄養されてます？そうです、1日に3回365日、口から取るお食事で皆さんの目、涙の成分は作られているんです。ですので1日に3回365日取る栄養、その栄養が重要なんですよ。目にいい食事、どんな食事思いつきますか？ブルーベリー、緑黄色野菜、はたまたサプリメントのルテイン、確かにそのいずれも目にいいです。なんですけど、毎日毎日ブルーベリーを1日3食食べてる方いらっしゃいませんよね。毎日毎日緑黄色野菜だけってわけにいきませんよね。そうです、どういったものが目にいいか、それはバランスのいい食事です。バランスのいい食事ってどんな食事？食事には5大栄養素があるのご存知ですか？まずタンパク質ですね。そして脂質、それからビタミン、ミネラル、炭水化物、これらをバランスよくとってください。でも最初に言いましたように、私ドライアイ専門医、その中でも特に涙の油の専門家なんです。なので涙の油にいいお食事というのがありますので、それをまたたっぷり別の動画でご紹介する予定です。なのでぜひそちらもご覧くださいね。そして本日お話しする2つ目は運動です。運動、どんな運動を想像されました？私アクティブに見えますか？実は私運動神経ゼロなんです。小さい時から運動会ではかけっこビリ、マラソン大会では周回遅れのビリ、筋力ゼロ、そして普通に道路をこう歩いているだけなのに転んで両膝血まみれっていうことがよくありました。でも全然気にしてなかったんですけど、実は5年ぐらい前にすごい寒かったので熱でもあるんじゃないかと思って体温を測ってみたら、なんと32度だったんです。32度ってヘビのメスの体温らしいです。ヘビの体温ってありえます？もう冬眠直前じゃないですか。これで私命の危機を感じましたね。筋力ゼロってこんなに悪いんだ、代謝がこんなに悪いんだ、体温こんなに下がっちゃうんだと思った私は、運動神経ゼロでも筋力ゼロでも始められる運動ということでヨガを始めました。そうしたところ、こんな私でももう丸4年ですね、ヨガを続けることができて、週2回か週3回ですけど筋力も上がってきました。そして今コロナ禍なので、いろんなお店で体温を測られるじゃないですか。ピッピッみたいな感じでサーモグラフィーされますよね。そしたら 36.5 度ですとか言われるんですよ。平熱が4度も上がりました。筋力って大事なんですね。なので運動をして代謝を上げて体温を上げる、これは涙の中の油を溶かすっていう重要なことにつながっていくんです。これに関してもまた詳しく別の動画でご紹介していますので、そちらもご覧くださいね。3番目は心の健康です。心が辛いとドライアイになってしまったり、目が乾くから心が辛くなって夜も眠れないぐらい悩んでしまったり、そういう患者さん実は結構多いんです。そしてドライアイとうつ病の関係というのは国際的にもエビデンスがありまして、概要欄にその論文を貼っておきますので、もし本格的にお読みになりたい方はぜひご覧くださいね。ただ因果関係は分かってないんです。ドライアイになってしまうから、それで毎日が辛くてうつ病になってしまうのか、うつ病になったのが先で、そして例えばうつ病を抑えるお薬を飲んでその副作用で涙が出づらくなってしまっているのか、そちらは分かっていません。でも人間って心と体つながっているように、目と涙も心と直結してます。自律神経やホルモンのバランスで涙の分泌量が変わってしまうんです。なので私は眼科医ですから、皆さんの心の悩みを聞いてそちら側から治療してあげることはできないんですけれども、涙の治療することで
心が明るくなって、そして毎日元気に生きられる、そんなお手伝いもしたいと思っています。では本日の動画の復習をします。目は体の一部、涙も体の一部、体からもドライアイ、乾き目、疲れ目を治していきましょう。その重要なポイント、一つ目はバランスの取れた食事、二つ目は活発な運動ですけれども、運動神経ゼロの私でもできたヨガなんかがおすすめですよ。そして3番目、心の健康です。リラックスして良い睡眠をとるようにしましょう。本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではドライアイを中心とした皆様の大切な目に関する重要な知識、知って得する毎日のアイケア、世界中からたくさんのエビデンスを集めて皆様のもとに分かりやすい形でお届けしたいと思っていますので、目に関するお悩みをお持ちの方、ドライアイで苦しまれている方は、ぜひこの機会にチャンネル登録していただけますと制作の励みになります。また本日ご覧になった動画がためになったと思われた方は、グッドボタンをポチッと押していただけると大変嬉しいです。では皆さん、また別の動画でお会いしましょう。